はい、皆さんこんにちは、ゆうぞうです。このチャンネル、大人のファッションを元気デザイナーの僕が紹介するチャンネルとなっております。今日も一緒にやっていただけるのはこの人、うっちーです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日ご紹介するのは、今もう僕が着てるこのブルゾンなんですけど、この春に発売されたものです。で、こちら今回ご紹介すると同時に、僕デザイナーなんで、これがどうやってデザインされたかを、いいんですか？いいんですよ。企業秘密。はい、惜しみなく出せるところをギリギリまで出していきたいなと思います。はい、では、はい、今回ご紹介するのはもう今僕が着ているこちらになります。こちらが商品名、プロテックリブブルゾン、上代が7920円、 S から L の3サイズ展開ですね。で、黒とこのホワイト2色展開になっております。あのプロテックブルゾン、もう大人気のこれですね。はい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 、まあ、これの兄弟姉妹、アウターなんですね。そうです、アウターです、として開発されたものでして、あのプロテックとついているので、今の時期嫌な花粉がつきにくく落ちやすい素材となっております。もちろん糖質防水、撥水加工もされているので、多少の雨風はあまり入ってこないかと。あら、通勤にも嬉しいやつですね。そうですね、そうですね。通勤通学、はい、でストレッチも入っているので伸びますよというところになります。で、こちらのアイテム、どうやってデザインしたかと言いますと、我々デザイナーは企業デザイナーなんですね。なんで、企業デザイナーとはと、企業デザイナーのまずお仕事はどんなお仕事かというところから振り返っていきましょうか。僕ら企業デザイナーは、その企業やブランドのお客様のニーズを具現化するお仕事ということになっております。まあ、いわゆるあのグローバルワークに我々所属してるんですけど、そのグローバルワークに来ていただけるお客さんが、こういうもの欲しいなと、ああいうものあったらいいなというのを商品開発していく人たち。あ、わかりました。ご自身が持っているものを具現化するのではなく、世の中のお客さんの、まあ、マーケティング的なものありきで形にしてくれる。そうです、そうです。そのいわゆるデザイナーズブランドは、そのデザイナーさんがいて、その人がこうだと言ったら次のコレクションはこうなるじゃないですか。でも我々企業に勤めているデザイナーは、まあ、お客さんありき、もともとブランドありきなので、そこのブランドに沿ったデザインをすることがお仕事と。大きく違いますね。はい、なっておりますので、僕らはそういうふうにニーズを、ね、分析してくれる人はまだ別にいるんですけど、その人たちと一緒に商品を開発してますよというところになっております。そこからいくと、このブルゾンになんですけど、これはまあ先ほども言ったようにお兄ちゃんがいますよ、こちらのすでにね、はい、ご好評いただいている、ご好評いただいているこちらのフードブルゾンがまずありまして、まあ、こちらがめちゃめちゃ人気では人気なんですけど、まあ、全てのお客様に買っていただいているわけではないと、ではどうしたら買っていただけないお客様にも買っていただけるかなと、いうところを、いろんなところがですね、分析した結果、まあ、この素材は非常に評価されてますよ、あの機能的だし、で切れ目見えもするしというところで、じゃあですよ、ね、はい、素材はいいとして、じゃあ形のバリエーションがあったらいいんじゃないかということをいただきましてですね、この素材を使って形のバリエーションを作ろうというのがまず企画の始まりになります。で、そこからいろいろみんなと話し合ってですね、このフードがあるんだったら、もうちょっと着丈の短いブルゾンっぽいものあったらいいんじゃないと、ここからが我々の腕の見せ所です。いろいろありますよね、選択肢でも。まだそうです、ここからは、そのどういったディティールデザインを選択するかというところが、このまあ勤めているデザイナーの、腕の見せ所という感じですね。でそれを要はのブランド、グローバルワークらしいものに仕立てていくことが僕たちの仕事となります。で、これはあのこのブルゾンがお兄ちゃんであるので、はい、これのいいところを残しながら、あの開発していこうと思ったので、これのいいところってカジュアルさもありながら、どことなくクリーン、清潔感があるところかなと思ってます。ちょっとマウンテンパーカーとか、そのデザインなんだけど、ステッチングとかはね、あの細かいステッチングされてたりとか、あのディティールもかなりミニマムなデザインになっているので、そういうところを残した
ブルゾーンにしてみたいなと、はい、まずはそういう話が出たらここから絵を描く感じになります。でその時描いた絵がこちらですね、はい、なんかイメージの絵を描きます。あれ僕描いてる絵は、まあ、写真に上からあの近いフィットフォルムの写真を探してきて、でそこの上にまあデザインをちょっと乗っけていくみたいな感じの、イラストを描いているんですけど、描き方はいろいろあります。1から絵を描いたりする場合もあるし、ああいう風にまあフィットが近いものがあったらその上にデザインを乗せて、はい、味付けをね、はい、していくという感じで、今回はそういう風にちょっと写真にフィットのイメージをつけてデザインする。あのイラストを元にパターンナーさんに依頼するんですけど、まあ、あそこからかなり他の、 あの説明書きを実は入れてるんですけど、そこはちょっと、ね、お見せできないので、でそこからファースト、セカンド、サードとサンプル上げていって上がってきたのが最終商品になったのが今僕が出てるこちらになります。どうでしょう、初めて工程を聞いてストーリーがあって、はい、そうですね、お兄さんと近しいデザインになっているの、前にはクリーンなイメージを残しつつ、まあ、ポケットもシームポケットと言われるもので、はい、縫い目に沿っているので、まあ、シンプルなデザインになってます。裾も切り替えはあるんだけど、リブの切り替えはちょっと後ろの方からにしているので、うんうんうん、フロントはすっきり、見えるというデザインになってます。で袖もこういうセットインスリーブという普通の袖です、うん、なんだけど後ろから見ると、後ろは袖がまずラグランスリーブ、うん、そうですね、ラグランスリーブになってます、はい、こういう袖を前がセットインで後ろがラグランのやつをスプレッドラグランというふうに言うんですけど、まあ、これだと前は普通の見え方なんだけど後ろがラグランになってるんで可動域が通常のものよりも腕が動きやすいですよという袖にしてみました。前から見るとねクリーンな印象ですね、はい、で後ろから見ると若干スポーティーなイメージのデザインになってるんじゃないかなと思います。でさらに裾にリブも入っているので、まあちょっと後ろから見るとやや表情はだいぶ違いますね、はい、カジュアルで、まあ、前から見ると割にクリーンなブルゾーンと、あ、そうか、リブも見えないのか、そういうこと、そうですね、前からはここもそうだし、前もここ袖口もですね、袖も後ろ側にリブが入っているので、前から見るとクリーンで後ろから見ると若干カジュアルですよ。そのカジュアルとクリーンのミックスなデザインを残したデザインとさせていただきました。やべえ、なんとなく着てたこれ僕 M サイズ、ね、M サイズ、はい、ちょうど M サイズを着てます。まあ少しゆったりとした、うん、そういうところだと思います。はい、でこれが L サイズですね、うん、まあ、L でもいいかな、ちょっとゆったり着たい方とかだったら今割にこれぐらいのサイズでも全然着ていただけるので、うん、これじゃ L サイズ、デザインがねシンプルだからちょっとワイドめに着ても変にならないですね、うん、そうですね、いいんじゃないでしょうか。はい、宇宙ですね、はい、宇宙が黒ていただきました。サイズは L ですね、これ、はい、で中にパーカーを合わせてもらうような感じですね、はい、襟がリブなんでこういったフード合わせとかもしやすいんじゃないのかなと思ってます。まあ、黒なんで中もグレー、パンツもグレーと、そうですね、なんかグレーがマイトレンドいやでもちょっと悔しいですね。何がですか。まんまとクリーン合わせのスラックスとフーディーにしてきたので、デザイナーのなんかこう方針通り何も打ち合わせないんですけど、はい、コーディネートですね、好きにコーディネートしてね、はい、みたいな。そう、このコーディネート自体は宇宙にもうほぼお任せ、このブルゾンだけ着てくださいということでお願いしてる感じになります。あ、いいんじゃないですかね。でもパンツも明るいし、スラックス、はい、で上は黒なんですけど中とパンツでそんなに重たくない、そうですね、グラデーションちょっとつけていきながら濃くしていきました。はい、はい、では、はい、今日はプロテックリブブルゾンをご紹介させていただきました。いかがでした。いや、商品ができるまでストーリーがやっぱそれぞれあるっていうのは面白みがありましたね。そうですね、どうやって企画しているかっていうのを知っていただくと、なんかその商品見た時にね
親近感湧いていただけると。いや、なんか愛着が。愛着が、そうか、うん、愛着湧いていただけると思いますので、ね、まあ、あの、ぜひ店頭で見ていただければ、ここはなんでこうなってるのかというところがなんとなくね、伝わればいいなと。それではこのチャンネル気に入ってくれたら、グッドボタン、チャンネル登録でぜひよろしくお願いします。ぜひコメントもしていただければ返信してますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。またねー。